はい、おはようございます。おはようございます。はい、フロリダ2日目ですね、うん、昨日は夜到着したから何もできてないんだけど ね、実質今日が1日目ですけども、うん、宿泊してるホテルからの眺めこんな感じだね、うん、11階でした。そうだね、うん、やっとこにちょっと小さく見える白い丸、あーこれは見え、この辺ね、ちょっとエプコットが見えますね。あれがエプコット、でも多分この辺りがマジックキングダム、ちょっと分かんないけどね。はい、それで今から朝ごはん食べ行きます。1年ぶりに来ました。アイホップ、イエーイ。ここで朝ごはん食べましょう。パンケーキかな。そうだね。エジカしょっぱいの食べたいんでしょ。しょっぱいの食べたい。パパパンケーキでいいわ。24時間いてんだここ。パパはね、この朝ごはんのパンケーキコンボってのしたよ、うん、で、これニューヨークチーズケーキのパンケーキ、うん、ニューヨークチーズケーキのパンケーキ、すごい、言いにくいね、うん、これ、すごいカロリーだけどね。それで、スクランブルエッグのベーコンにしました、うん、そしてエシンコはなんと朝からジュニアチーズバーガー、うん、大丈夫かな、去年のことがあるからね。それでチョコレートミルク飲んでんでしょ、うん、ちょっと太んないようにしないとね、うん、泳ぎましょう、うん、これパパのがニューヨークチーズケーキパンケーキね。なんかそうには見えないけどね。そうね、うん、でスクランブルエッグとパパが好きなカリカリベーコンね、うん、あとハッシュポテト入ってます。食べよう、うん、いや両方とも美味しいよ。このチーズケーキ甘くて、うん、このね卵とかポテトとかベーコンしょっぱくて、チーズケーキ甘くてしょっぱくて、甘くてしょっぱくて甘くて、はい、ごちそうさまでした、うん、美味しかったね。そうだね。じゃあお買い物行きましょう、うん、はい、はい、スーパーターゲットやってきました。やった、ここでお買い物です。やった、やったーゲット、やったーゲット、やったーゲット、チノート、イエーイ。これ買おうと思います、うん、ナーフライバルね、うん、ちょっと対象年齢が高いやつ、うん、ブレイクフリーっていう脱出ゲームみたいなやつね、うん、これは手錠のやつでオペレーションエスケープルームだって、うん、これは体につけるんだねきっとね。あ、面白い。この脱出ゲームっぽいですね、面白そう、うん、うわぁ、ハルくんになった、えちゃん、え、手、手、あ、できるんだ、すげえすげえ、すごいすごい、でっかい、でかい、ナフロくんのボール、マーティー用になんか買ってく、これいいんじゃない、大丈夫、あの子噛み砕かない、ちょっと柔らかめだから噛み砕くんじゃないかな。はい、パブリックスに移動してきました、うん、ここで普通のご飯など買いましょうね、うん、はい、1日2日分の食料買ってあります。で、なんでここにサイコロとかトランプがあるかは謎だね。だってさっきね、ドリンクのところにね、卓球の球が置いてあったよなんでだろうね面白いね、ついでにどうぞってやつだよ。あ、雨降ってんね。これね、スコールで1日に1回雨が降るんだらしいです。1時間ぐらいザーって降るらしい。すっかり止んだかな？止んだっぽいね。で、今はあっちの方、これ、この黒いの。この辺がスコールっぽいんで移動してるね。ここは晴れてるけど、ここは降ってるみたいな。そんな感じだね。私はね、この行きの飛行機が悪かったのか腰がめっちゃ痛いんで、このアンメルツ横横みたいなやつ塗ってちょっと横になってたら寝てしまいました。起きた時間が日本の朝の時間っていうちょっとまずい感じ。ちなみにエイシン君と奥さんはあのプールに行っちゃってるみたいなんで、私はちょっとデータの整理でもしとこうかな。ホテルからマジックキングダムの花火見えてんね。遠いね遠いね遠いな。でも綺麗に見えてんじゃん、綺麗綺麗。
綺麗だね。あ、ちょっとじゃん、ほら。本当だ。ハリウッドスタジオの花火。本当だ。あれ、スターウォーズの花火だよ、パパ。こっちも始まった。あ、本当だね。右下にエプコットのボールも見えるけど。はい、そんなわけで夜ご飯はスーパーで買ってきたお肉とマカロニ&チーズと日本から持ってきたご飯ですね。うん、はい。というわけで今日は買い出しデーでした。ちょっとパパは腰が痛かったので昼間ちょっと結構寝てしまったので、うん、夜寝れるか心配です。はい。